アンドレア・ノイマンによるプリパレーションプリペアードピアノ、またはプリペアードピアノは、グランドピアノの弦にゴム、金属、木などを挟んだり乗せたりして、音色を打楽器的な響きに変えたものを言う。このようにすることで、ピアノ本来の音色が失われ、金属的な音や雑音の多い独特な音が得られるほか、多くはその音の高さも幾分不明瞭になったり、 元の高さとは異なる音高となったりする。プリペアドピアノは、ピアノに手を加えたものではあるが、ピアノという楽器のある状態を指すのではなく、ピアノとは異なる独立した一つの楽器として考えられている。ただし、プリペアする音の数が非常に少ない場合は、いくつかの音にプリパレーションを施したピアノという位置づけになり、その境界は必ずしも明確ではない。 プリペアドピアノは、ごく普通の一台のピアノを安価な素材で、プリペアするだけで多様な響きを持つ、打楽器群を使用するのに近い効果が得られるという、大きな長所があり、現代音楽の分野ではよく知られた楽器である。なお、アップライトピアノは、弦が炎直方向に貼られているために、これをプリペアドピアノとして用いることは困難で、普通は行われない。プリペアドピアノは作曲家、 ジョン・ケージが1940年に発明したものである。舞踊家シビラフ・フォートにダンスの不図音楽を移植されたケージは、はじめ多楽器アンサンブルの使用を考えたが、公演場所のスペース上の制約から多楽器を大量に使用することができなかったためピアノで代替せざるを得ず、その作曲を進める中でこの楽器を考案するに至った。この時の作品はバッカスの祭りである。 参考までに従来の鍵盤を弾く以外のピアノの利用法としては、すでに1910年代に、刑事の死の一人であるアメリカの作曲家、ヘンリー・カウエルなどに内部奏法の作例がある。プリペアドピアノの演奏にあたっては、事前の準備が必須である。ピアノのどの弦のどの位置にどれくらいの大きさのどういう素材を挟むかは曲によって異なり、 譜面等に詳細に指示されているのが普通である。この素材はゴム片、ネジ、ボルトなど安価なものであることが多い。ただし、その大きさや材質の規格は国によって異なるため、同一のものが入手困難な場合もある。ピアノは低音域を除いて、普通は一つの音について三本の同じ高さの弦が張られており、これをフェルト製のハンマーで叩く構造になっている。 したがって、この3本一組の弦に安定的に異物を乗せたり、それらの間に何かを挟んだり、ゴムなどを巻き付けたりすることができる。ピアノは通常88件を有するが、プリペアは演奏する、曲中で使用する、鍵の数だけ行う。また、プリペアした音だけを用い、通常のピアノの音色の音は使用しない曲の場合は、奏者のミスタッチによって、 普通のピアノの音が鳴ってしまうと非常に違和感があるため曲中で使用しない音に対しても疑似的なプリペアを施しておく。通常、こうした準備作業には数時間を要する。上記のような理由から演奏会で複数のプリペアドピアノ作品を演奏する場合には演奏する曲の数と等しい台数のプリペアドピアノを用意しておかなければならない。演奏は 通常のピアノと同じように鍵盤を弾く。ただしピアノの現代曲同様、内部奏法が用いられることもある。なお、プリペアする音の数は楽曲によって大きく異なり、使用するすべての音がプリペアされている作品からごくわずかな数音だけをプリペアして用い、その他は通常のピアノとして使用するような作品まで様々である。 プリペアを行ったピアノは元に戻しても調律が狂ってしまうため、ライブハウス等の共用ピアノに用いるのを禁止する会場もあり、使用には前もって管理者への確認が必要である。ワークスフォープリペア p ドピアノバイジョン・ケイジ掲示も参照。ありがとうございます。